こんばんは、平井弘明です。今回の動画はですね、先日レッスンをしていて A の理論と B の理論両方ナイスショットが出ちゃったっていうお客様がいらっしゃったんですよ。両方当たると余計悩んだり、どっちをやったらいいのかが分からないので、真逆をやって両方当たっちゃったらどうしたらいいかっていう動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。そもそもなんで真逆の2パターンが両方ナイスショットが出るのかというと、その方は A の理論っていうのは、例えば頭を残しなさいと言われてナイスボールが残すようになって出るようになりました。今度 B の理論で、その同じ方が頭なんか残さなくていいですよって、ある程度こう前傾がキープできてれば頭なんてどこ向いててもいいですよって言って、そっちでもナイスショットが出ました。そしたら残したらいいのか残さなくてもいいのか、こうモヤモヤしちゃうと思うんですよ。で、なんでそもそもナイスショットが両方出るかっていうと、両方言われた時ちゃんとやるからなんですよ。で、前も動画でミスな動きを自分でしっかり意識してやったらミスじゃなくなるっていう動画を撮らせていただいたんですけども、それと同じことで、言われた時ってやっぱりレッスンに来てるんで、その言われたことをちゃんとやろうとしてくださるんですよ、皆さん。なのでその時はご自身に合ってなくてもナイスボールが出たりするんです。もちろんその本当は合ってる理論と本当は自分に合ってない理論と両方を1ヶ月間均等にやったとしますって言ったら、練習量にもよりますけども、どっちか崩れるんですよ。同じように真剣にやってもやっぱり自分の中でこう感じないストレスを感じて、なかなか動きがそれがスムーズにできなくなってきたりするんで、どっちかふるいにかけて勝手に落ちるっていう感じなんですよね。もちろんそれをね、ちゃんと先生に見てもらって指摘してもらうのはいいんですけども、お一人で例えば YouTube とか誰かからアドバイスをもらって真逆の理論とこう頭の中でこう喧嘩してたら、どっち取ったらいいのっていう方いらっしゃると思うんですよ。そういう場合はもちろん最初やりやすい方を取っていただいて、それでそれから両方やって1ヶ月ぐらいして、やっぱりこっちがいいなっていう方がもう必ず見えてくるんですよね。で、両方同じだったら多分その方にとってそこは重要じゃないってことなんですよ。なんであまり意識をせずに自然な動き、打ちたい時にそういう風になる動きをそのまま意識せずにやっていただいた方がいいので、すごくその方のスイングにとって重要なポジションだったら必ずどっちかしかできないんですよ、理論って。なのでその見極めもご自身でしていただく必要があると思います。例えば腰を切る止めるもそうだし、あ、そうなんだ、切っても当たる、そう、止めても当たる、うん、ことがあるんだ。ある。それはね、それをちゃんと真剣に今一球に対してやるからなんだよね。そう、その場では本当に同じ日に2球打って1球ずつそれ違う方やっても当たる人もいるぐらいだから、困っちゃうね。そうだね、どっちか当たんなきゃね、うん、分かりやすいんだけど。そうだね、どっちも当たっちゃうとね、困ったね。困っちゃう。ただそれはクラブの振るタイミングだったりインパクトの力感を見れば言う側は分かるんだよね。その両方打ててんだけど全然力感が違う、スピードが違うっていうのが、タイミングが違うっていうのは分かるから、やっぱこう全体的な振り感っていうのがあるから、うん、でもどっちも当たっちゃうとね、さっき言ってたけど、うん、そのレッスン難民とか、あー、 YouTube 並み、うん、増えちゃうよね。 YouTube 並み減らしたいからね、我々は、ね、そうだね、うん、まあ、レッスン並みね、うん、例えば動画とか見ててワンナップゴルフみたいにこういう時はこうやってくださいねっていうアドバイスだったり理論を言ってる動画ってやっぱ多いじゃない、うん、それが何百何千ってあるとして、うん、その数ほどその方に合った答えが見つけやすい。まあ、逆を言えばありすぎるから見つけづらいんだけど、種類はそれだけありますよってことじゃない。だからね、必ずその方が自分の成功例として発信してると思うから、何かの動画にケチをつけるとかじゃなくて、自分に合うものを見つけていただいた方がいいっていうだけで、うん、だから、いや俺は違うんだよねって言ったら、それはそれでそれで終わりでいいよね。だから、そう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 、だからね、A と B だけじゃ済まない可能性も、ね、出てくるよね。だからそうなった時に、前も裏表の、ね、動画撮ったけど、必ず表もあれば裏もあるから、うん、だから対立するのはもう間違いないから対立しない方がいいんだよね、うん、どっちか選ぶ方が大事だから。そう、だから言われた時は両方当たるんだよね。例えばさ、さっきの腰を切るピラマン、うん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 、それをやりながら、うん、例えば腕をこうするみたいな、うん、別のところを意識したらさ、うん、4パターンになるじゃん今度。
腰を止めた時の腕がこう A の時、腕が B の時、腰を切った時の腕が A の時と腕が B の時、4パターン出るじゃん、ってなったらさ、もうそれこそ何が良くて何が良くないかこの全然分かんなくなってくるってことだよね。ああそうだね。例えばじゃあ右肘にしようか、右肘をつける開けると腰を切る、切る、それってタイミングはどこって言ったら同時じゃない、あそうね、ダウンスイングだから。あそうだね、そうだね、ってことはどっちを意識したらいいのって言ったら、自分がどっちタイプのスイングかなのね。それは上メインのスイングなのか下メインのスイングなのか、もう間違いなく平井は上メインだから、もう腰の切れなんて意識してないわけよ。ここがスムーズに平井は開けるだから、開ける開けて押せるための下の動きだけで十分っていう感じだから、下は意識しないんだよね。そうだからご自身のスイングが下リードだったら、腰の方をあのメインとして考えてもらった方がいい。いや それはあるね、確かに上と下でタイミングは同時だと両方意識できないから。そうだよね、そういう場合はその自分のスイングがどっちメインか、下なのか上なのか、そこの判断でいいと思うね。で例えば下が意識して10球って10球同じような動きができてきたら上にスイッチしてもいいし、意識をね。それで2つのことやってもやっぱ初めは当たんの？それはね難しい。処理できる人は当たる。だからそもそも2つのこと同時にやらせちゃダメなのか。そうだよね。この前あの3つダメなこと入れて打たせたけど、やばいもん。やばい。あれはねないな、もうあれ難しいよね。3つのこと同時にやらせて、しかもナイスショット打ってて4つのことやらせるんだもんね。そう、寝かせて膝出して上体起こして、上体起こしてだけどあの当ててっつって、そうインパクトゼロね。あれは無理だねもう多分もう出てないんじゃないかないやあの時マジで一発打ってたからびっくりした。あれよね相当集中したよね。1回目ね膝出して打ってなっつってね。そう打つ前に出したからね手浮かしてクラブ寝かして右膝出すの？全然ナイスもん。何それ？もうねあのね、もう登録はね俺のクラッシャーだから本当に俺この間ね登録にね右膝出してって言われたけど、俺それ1個だからできたよだけど3つはなかなかないよ。3つ意識しなきゃいけないからね。そう難しい、逆にちゃんとできてるかな、膝出てるかなって感じだから。そうだからそういう風にそれをやってって言われてやって、例えば俺があれ1球目でできたのと一緒で、レッスンもその時に言ったことで本当は自分に合ってないことでも、それを集中的に意識してやったらあのできちゃうことってやっぱあるから。でね、それってできるできないの判断って、自分に合ってる合ってないってサンドウェッジからドライバーまでできなきゃおかしいの。アイアンはできるけどドライバーできないとかだったら自分に合ってない可能性がある。絶対じゃないけど、全クラブできた方が自分の動きに近いと思った方がいい。そうだね、そうだからクラブによって変わっちゃうんだったら、何種類もスイング作んなきゃいけないから。ああそっかそっかそっか。そうで、それってコースでなかなか難しいことじゃない、このクラブ持ったからこのスイング引っ張り出してこようっていうのが。そうだね、そういうのはなしの方がいいから、それだったらそもそもその理論がご自身に合ってない可能性があるから、もう一回ちょっとスイングの見直しと理論の見直しをした方がいいかもしれない。それはね、来てくれて見れば分かんの？分かる分かる分かる。大体その両極端のクラブを打ってもらえば分かるし、例えばサンドウィッチとドライバー、ピッチングとドライバーでもいいし、そうで、あれさっきまでアイアン良かったのに、ドライバーが悪くなっちゃったとか当たんないっていうのは、もうそれはその理論自体があんまり合ってないか、もうもちろんそのドライバーとか長いものが苦手、アイアンが苦手っていうのもあるし、そういうのもあるんだけど、タイミングがずれるからね。あ、もうタイミングすべてか。そう、見りゃ分かんだ。分かる。あ、ずれてるっていうのはもうタイミングのずれってもう多分明らかに分かるから。あ、そう。それ誰が見てももう分かるぐらい。ゴルフ知ってる人だったら分かると思う。あ、ずれてるずれてるずれてるっていうのはもう全然分かるから。その方の回転だったり多少の横移動あるでしょ、それに対してのインパクト戻り具合のタイミングだから、俺はもう絶対分かる自信ある。あ、そう。
見てて音が鳴ってるとこ、うん、えってなっちゃうんだ。あ、そう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 、ボールをね叩きに行くタイミングもこう振りに行くタイミングとかいろいろあると思うんだけど、当たるタイミングもね、うん、それがやっぱずれてる時ってナイスショットは絶対出ないから、でその原因は何って言ったら、うん、そのタイミングをずらしてる何かを見つけなきゃいけないじゃない。そうだね、ああそこだよねポイントはね。もちろんそのレッスンに行かないで、行かないでっていう言い方あれだけど、その YouTube とか雑誌とかで自分のスイングを改造されてる方も多いけど、それは多分もちろんスイングに詳しかったり行く時間がなかなかない方が多いと思うんだけど、その時の注意点を分かってればそんなに大崩れもしないし、ストレスがなければすんなり上達できると思うから、理論どうするっていうより、うん、タイミングが合ってないんだなってまず自分で分かることが大事で、うん、それが分かったんだったら、うん、なんかの理論を入れんじゃなくて、うん、自分なりにどうしたらそのタイミングのズレがズレなくなるのかを考えてやってみるしかないってこと、うん、そうだね、そうだね、理論どうのじゃなくて、うん、自分としては何するのがいいのか、うん、それが一番だよね。それがあれか、ジュニアからやってる人たちの考え方。そう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 、もう全て動きとか感覚に対しての自分の反応だから、例えば遅かったんだったら早くするタイミングで振るし、うんうん、早かったら遅くして振るし、うん、そこに理論はないわけ、ね、ないの、それだけなんだよね。そうで、もうこの話出ちゃったから言うけど、うん、1年間猶予があるとして練習するね、会社行かなくていいとして、で週に3回練習行きます、自分の好きな YouTube の理論見ていいです、うん、っていう人と、毎日練習行きます、うん、でも一切理論を入れないです、うん、っていう人がいるとするじゃない、うん、したら一切理論入れないで毎日練習してる人の方が断然上手くなるから、自分しかないから、そっか、勉強するものが、そうだね、自分の感覚に聞くしかないんだ。そうで、自分の出た球に体が反応するでしょ。そうだ、ね、だから上手くなるの。YouTube 見ない方がいいんだ。そうだから、ジュニアゴルファーはほぼ、今のジュニアゴルファーはコーチとかもつくけど、もう俺らがジュニアの時なんて、うん、もう自分で球打ってろっていうだけだったから、飛んでった球が結果なんだもんね。そう、それに対して自分が反応してるだけだから、うんうん、だから理論なんかなかったしね、なかった、あったけどその自分にはなかったから、うんうん、まあ、周りもそんな理論を言う人いなかったしね。もちろんうちの親なんかも、うん、振り遅れるらしか言わなかったから、そうだから、インパクトゼロの始まりね。そう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 、原点ですよ。本当そこしかないから良かったよね、うん、もちろん今はね、足運ばなくても理論を勉強できたりする環境はあるけど、うん、いい悪いはね、その方にとって違うから、俺は昔で良かったと思ってるし、自分に伝わる感覚っていうのがあるな、やっぱり。だからすごいヘッドバランスとかシャフトのしなりって敏感なのよ。それだけ感じてやってきてるからね、うん、だから本当無知のまま練習して、でも球数は人一倍打ってますっていう人の方が絶対上達はするけどね、うん、ちゃんと感覚をこう分かろうとしてる人ね、うんうん、の方が絶対上手くはなる。打ちながらなんでだろうなんでだろうって自分にずっと聞き続ければいいわけでしょ、うんうんうん、あ、そうそうそう、そうだね、そうだね、そうだね。そうするとね、他者の理論が必要ないと思ってくんだよね。自分が一番信用できると思うから、うん、とにかくボールを打たないと、うん、答えが出てこないっていうことが、そうだね、まずは結果が見えないからね。そう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 、ね、うん、それが大事だね。 YouTuber 見ない方がいいんだな。あんまり、うん、おすすめはしない。じゃあ全員チャンネル登録解除していただいて。いや、ちょっと少しはためになる動画をワンダップゴルフだけは見て、あ、ぜひぜひお願いします。、はい、2つの真逆の理論がその当たる理由としては、その言われた時は両方ちゃんとやるんで、意識して動くから当たるということですね。迷ったら続けていただくか、意識するポイントを別な部分に変えていただいた方がいいと思います。ワンダップゴルフに来ていただくか、それがまあ一番早いかもしれないですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。